松さんのへそくりウォーズミートの攻防。よっ、おはにちばんは、たかまるかまるです。さあ、星4シリーズ、デート服2が登場したよ。おー、なるほどね。衣装が変わったぐらいかな。攻撃モーションとかはなんか、デート服の時と同じっぽいけど。特徴が、このスキルを持ったキャラがやられた時、残忍とかそこそこ溜まる。かなり吹っ飛ばされにくい。HP と攻撃力がかなり高い。なるほど、不幸偏在持ちか。おそ松から松あたりが結構いいのかな。そして、激レアキャラ、十四松のヒーローエピソードが登場。来たか。あと残すはとど松かな。特徴は、特定のシリーズの能力をアップさせる。移動速度が超絶速い。 HP と攻撃力がかなり高い。超絶速いか。なるほどね。あと十四松チーム内の十四松の攻撃力、 HP、 移動速度がそこそこアップする。はあ。ただでさえ六つ子の中で一番速い十四松が移動速度が超絶速くなってんのか。スケルトンオソマツとどっちの方が速いんだろう。あと現在アニメ丸抜クイズあるんだよね。あ、そうだ、まだ1問目やってないからそれやってみようかな。はい、3期1話交番にてコンビニのイートインコーナーで折り紙をしていたのは一松である。丸か×か。これは丸だね。これは簡単だな。折り紙折ってたな。猫とピストル使ってたな。使ってたじゃないや、折ってたな。ここに来て一松の意外な才能、これは丸だね。一松、うん、合ってる。他の兄弟との会話にあんま参加してなかったもんな。で、結果は、おお、当たりオッケー。なんか赤いオーラまとってんな。さあ、これよ。いや、デート服2とか、十四松のヒーローエピソードとかあるんだけど、こっち、これよ、電気ミステリーエピソードがステップアップガチャで登場。今まではさ、その、新登場のキャラクター1体と人気エピソード4が輩出するステップアップガチャなんだけど、いよいよ電気ミステリーエピソードが全員揃ったっていうことで、電気ミステリーエピソード単体のステップアップガチャが来たね。これどうするかね、ちょっと迷ってたんだよね。ちょっとね、相談したりとかしたんだけど、持ってんのがこのカラマツの電気ミステリーエピソードだけなんだよね。持ってんのが他6体持ってないんだけど、十四松は2体いるけどね、持ってんのはこのカラマツだけでも、こっち十四松のヒーローエピソードのやつは人気エピソード4とやつ、人気エピソード4も輩出だから、この中でこの十四松のヒーローエピソード、あ、対空タイプなんだ。このヒーローエピソードだけを狙うのはちょっとさ、酷だなと思うんだよね。7分の1は引き当てるか、7分の6を引き当てるかなんだよね。まあさすがにね、こんだけいなぎで、ステップ3でね、カラマツが来るとは到底思えない。あと、雪妖怪のステップアップガチャもやってんだよな。雪妖怪はトドマツしかいないんだけど、別にいいかな。トドマツ最強説があるし。ちょっとヒーローエピソードはあれだな、また時間経ってヒーローエピソード単体のステップアップガチャが来た時に回そっかなと思ってる。てかで今回こっちやろう。電気ミステリーエピソードのステップアップガチャステップ1、排出キャラはまあこんな感じです。排出率、赤塚村アイドル紅茶北欧神話が 0.2%、 電気ミステリーエピソードが 0.01%、 ヤシナイタが 0.01%。よっしゃ、行こう。まあ、ステップ1だからね。まだまだ出ないでしょ。なかなかね、電気ミステリーエピソードはやっぱ激レアキャラだけあって、いろいろ性能とか優秀なんだよな。
星4はお粗末のみ。アイドルか。まあ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 ね。さあ、ステップ2、排出キャラは変わらず。排出率が、赤塚村アイドル紅茶が 0.71%、北欧神話が 0.72%、電気ミステリーエピソードが 0.01%、ヤシナエタが 0.01%。0.02 じゃないんだ。まあいいや。さあ、ここは星4が2体確定。激アツ演出が来て、3体以上は来てほしいな。いいね。これで3体は確実だな。なるほど。カラマツが来てない。で、星4は3体。チョロマツ1体目。紅茶。チョロマツ2体目。赤塚村。で、1マツが。アイドル。なるほど。さあ、ここよ。ステップ3、1体確定。排出キャラは増えてくんだよね、これで。で、排出率が、着物が 2.73%、スイーツ、夏祭り、デート服、ギリシャ神話が 2.72%、赤塚村、アイドル、紅茶、北欧神話が 0.75%、電気ミステリーエピソードが 0.05%、ヤシナエタが 0.02%。ん？あ、違う。電気ミステリーエピソードは、14末の D だけ 0.02%。で、他が 0.05%。D ってなんだっけ？これか。紙袋かぶってるやつ。でも性能は同じだよね。あ。あれか。ポイントアップがついてるかついてないか。え、でも、ついてるこっちの方が、排出率高いのか。まあまあまあいいや。とにかく、カラマツ以外だったら、来てくれたらいいな。よいしょ。まあ言うてね、7分の1をなかなか引かないよね。スキープ。ほら見たことか。来たぜ。トドマツの電気ミステリーエピソード。やたらと離れた敵に攻撃が届くが、攻撃速度と移動速度がかなり遅い。一体の敵しか攻撃できず、再出撃も長い。攻撃力がすこぶる高い。これはちょっと使いどころが難しいなあ。ちなみに他のキャラクターはどの性能持ってんだろう。まずはお粗末。一度により多くの敵に攻撃ができ、ボスへの攻撃力が究極に高い。攻撃距離と攻撃力が一末並み。 AP が高く再出撃もかなり長い。なるほど、一末寄りの攻撃か。で、チョロ末はカラマツ並みにかなり吹っ飛ばされにくい。特定のシリーズの能力をアップさせる。 HP がカラマツ並みにかなり高く、攻撃力もかなり高い。え、いいじゃん。チョロマツいいじゃん。デメリット能力一切ない。オソマツは再出撃とか AP とかがデメリットで、カラマツも AP と再出撃がデメリットで、1マツが攻撃速度と移動速度がチョロマツ並みにちょろっと高い。 AP が低くちょっと出しやすく、敵陣地に対する攻撃力が超絶高い。 HP と攻撃力がチョロマツ並み。これも見た目的にはデメリットないよな、赤く書いてあるから。でもね、一部の人の意見だと、この HP と攻撃力がチョロマツ並みっていうのがデメリットらしいんだよね。赤く書いてあるんだけどね。で、重始末が敵に攻撃がヒットすると稀に一撃で倒す。攻撃が届く距離が少し短い。一度に5体の敵に攻撃を行う。HP がすっごく高く、攻撃力がかなり高い。ああ、これは距離が短いのか。まあ別にそこら辺はそんな気にしないけどね。複数攻撃だし。で、こっち紙袋バージョンも同じか。せめてさ、必殺スキルがさ、こっち D の方はさ、まれにじゃなくてたまにの方が良かったよね。排出率こっちの方が低いんなら。まあまあ今回はね、トドマツが来てくれたから嬉しいな。やたらと離れたか、どれぐらいまで離れるんだろう。
よーし、次はおしばり大作戦やっていこう。現在ね、おしばりとデートとしばりヒルズニートっていうのが開催されてんだけど、先にこっちだね。しばりヒルズニートマジャバ編がこのステージなんだけど、突撃可能キャラを見てみよう。星4のパーカーで、星4のラグランパーカー、それから1匹の松犬、マカロン18歳、人気エピソードパレードで、スタジャンね。一応チームはこんな感じにしてます。まずは1列目、おそ松の星4のパーカー、スタンダードな能力。金松の星4のラグランパーカー、攻撃力がかなり高い。チョロ松のスタジャン、特定のシリーズの能力をアップさせる。敵陣に対する攻撃力が急速に高い。 HP と攻撃力がかなり高い。スタジャン、星4のパーカー、星4ラグランパーカーシリーズキャラの HP がそこそこアップする。星4のパーカー、星4ラグランパーカーの攻撃力がそこそこアップする。一松の人気エピソードパレード、特定のシリーズとキャラの能力をアップさせる。相手から致命的な攻撃を受けたとき、たまに HP1 で耐える。 HP と攻撃力がかなり高い。人気エピソードパレードキャラの攻撃力がそこそこアップする。チーム内の一松の攻撃力がそこそこアップする。十四松の人気エピソードパレードで、トド松の星4のラグランパーカー、カラ松のマカノン18歳、特定のキャラの能力をアップさせる。 HP がめっちゃ高く、攻撃力がかなり高い。チーム内のカラマツの攻撃力がそこそこアップする。一松の一匹の松犬、特定のキャラの能力をアップさせる。バトル奪うへそくりがちょっとアップする。攻撃力と HP がすっごく高い。チーム内の一松の攻撃力、 HP がそこそこアップする。十四松の一匹の松犬、チーム内の十四松の攻撃力、 HP がそこそこアップする。トド松のスタジャン、スタジャンシリーズキャラの攻撃力がそこそこアップする。星4のパーカーシリーズキャラの HP、 ラグランパーカー、星4のラグランパーカーの HP がそこそこアップする。星4のパーカー、星4のラグランパーカーの攻撃力がそこそこアップする。まあこんな感じかな。やっぱね、新しく手に入れたスタジャンがね、うまいこと活躍してくれるといいな。アトラクションは地上タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつを2つと、トドマツの攻撃力がそこそこ増える。使用アイテムは AP 最高、強くなる。オートモードはザニートとニート法。ではしばりヒルズニートマジャバ編やっていきたいと思います。よーし、さてとどうするかな。まあ、まずはおそ松から松あたりか。でチョロ松、一松も早めに出した方がいいか。おお、人気エピソードパレードがすごい派手だな。根性スキル持ってるからね、一体ぐらいそのスキルを発動してほしいもんだな。あ、チョロ松、あー一回ぐらい攻撃してほしかったな。あ、ダヨーンがトド松の攻撃を耐えただと。さあこのまま押していけばいいかな。うわー、いきなり来た。イヤメタルダーゼット、多分これがボスだな。まあとりあえず、ボスを早めに倒しておきたいわけなんだけど、やっぱりアトラクションがね、いつも通りトドマツ特化だから、トドマツを多めに出したいわけなんだけど、ラグランパーカーとかスタジャンとか攻撃がかなり高い方だからさ。あ、ザニート、いいね。お、さらにイヤメタルダーゼットもノックバック倒した。よしよしよし、いいぞ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 。おお、いいねいいねいいね。しかし星おそ松星4のパーカーにしたのはちょっと失敗したかな。対空タイプだから少し足遅いんだよね。壁役にとってはちょっと足が遅いのは良くないけどな。でも他に
星4のパーカー入れるとしたらどう誰にするかって話なんだけど、まあトドマツぐらいなんだろうけど、一応キャラのスペースではこれが一番妥当かなって思う。チョロマツはね、マスタージャンも手に入れたことだし使ってあげたいからさ、一匹の松犬もね、1松14松ぐらいしか持ってなかったし、あとチョロマツもか。なるべくね、持っているシリーズは全種類入れたいっていう気持ちがあるんだよね、俺の中では。あー、いいねいいねいいね。市松やっぱ強いね。人気エピソードパレード3体いるからね。なんとかね、根性スキルは発動してほしいもんなんだけど、十四松もっと入れた方がいいかな。1、2、2回ノックバックで耐えるもんな。3回目で終わりか。たまにとかさ、どれぐらいの確率なのか分かんないんだよね。さーて、ちっちゃく1匹の松犬もいるわけなんだけど、1匹の松犬の十四松は1回ノックバックでやられるんだよな。そう考えると人気エピソードパレードってほんと耐久より、ん、今2回でやられたな。多分イヤメタルダー Z の攻撃を食らったのか。 1、2、2、 誰か攻撃の高いやついんのか。トトコちゃんあたりかな、もしくはダヨーンとか。ダヨーンも結構攻撃高いって言われてるからな。なんか敵側だとね強いけど味方になると弱くなるっていうのがさ、なんか典型的なさ漫画みたいな感じだよね。さーて、じわじわ教えていけてるね。教えていけてるってなんだ。まあ問題はないでしょ。やっぱあれだね、スタジャンのトドマツがね。あーでもトドマツもなんかやられ始めてんだな、なんとなく。まあでもね、攻撃要因が増えてるっていうのは結構でかかったと思う。一松がすげえな。何体いるんだ ?7 体ぐらいいるね。人気エピソードパレード。もういいな、そこら辺は。とどまつを出そう。さあ、十四松は、1、2、2。誰が強いんだろう、本当は相手攻撃力。3回ぐらいノックバックしてたもんな、人気エピソードパレード。さあ攻撃できるか、相手陣地。あー、十四松してほしかったな。よいしょ、いったいったいった、いいね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 。さあ削れる削れる、このままいけるよな。よしよし、やっぱ強いな。人気エピソードパレードもなかなかの強さだったからな。結局根性スキル1回も発動しなかったね。4分59秒。さあ続いてはこちら、おしばりとデートマジアバ編やっていこう。突撃可能キャラは、星3のボクサーで、星4の悪魔ライダー、覚醒動物パジャマ、雪妖怪で、新登場のデート服2。チームはこんな感じになってます。出現するのが地上と空中。あ、間違えた、チーム編成じゃないや。はい、まず1列目、おそ松のボクサー、実況アナウンサー。HP がそこそこ高い、攻撃力はちょっと高い、ただし攻撃が届く距離が少し短い。金松のボクサー、チョロ松の悪魔ライダー、ちょっと離れた敵にも攻撃が届く、攻撃力はそこそこ高いが HP が少し低い。1松の悪魔ライダー、14松の覚醒動物パジャマ、敵を吹っ飛ばす力がちょっと高い、攻撃力がちょっと高い。2列目、トドマツの雪妖怪、ボスに対する攻撃力が超絶に高い、そこそこ離れた敵にも攻撃が届く、
HP と攻撃力がかなり高い。おそ松の覚醒動物パジャマ、市松の覚醒動物パジャマ、トド松の覚醒動物パジャマ、トド松の悪魔ライダー、まあ、こんな感じかな。まあいけるか。アトラクションもそのままで、地上とトド松の攻撃力がそこそこ増えるやつ。使用アイテム AP 最高、強くなるオートモードはザニートとニート砲。ではやっていきましょう。ちょっとね、アトラクション対空タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつも入れたかったんだけど、まあなんとかいけるかなと思って、一応ね対空タイプのトドマツが2体いるから、そこはなんとか。あーしまった、ちょっと対空タイプ出すの遅すぎたか。まあでも重始末が前に出てくれてるからね。でトドマツをちょっと多めに出して、さーてノックバックはしない、ちょっと怖い怖いさあとりあえずおそ松、おいいね、トド松強い、雪妖怪トド松が強い、一発でもう相手を倒したぞ。覚醒動物パジャマ見えねえな、空中の敵まあいっか、とりあえずはこの状態で。でも半分が対空タイプだからな、別に対空の攻撃アップ入れてもよかったな。よしよしよし、まあ、今回いやでもちょっと怖いな、地上と空中だよな、ボスいないもんな。空中はダヨーンが一定間隔で来てんな、で嫌味がちょいちょい来てるって感じか。嫌味ちょっと怖いな。あ普通に倒しちゃった雪妖怪強い、やっぱり今ステップアップガチャでやってるけどさ、トドマツが初めに来てくれたの本当運が良かったね。攻撃距離が結構広いし、さらに攻撃力も六つ子の中で一番高いからさ、そこに雪妖怪のね能力が加わるってかなり相性いいと思うんだよね。あ上限まで行ったね。あともうトド松だけでいいかないやでもやっぱ壁必要だよな、おそ松とか。ちなみにこのおそ松ってやっぱ対空タイプだから、ボクサーシリーズのおそ松には負けるね、わずかに。さーって半分か、よし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 。まあ地上もね悪魔ライダーがいるから勝ててるよな。悪魔ライダーもなかなか能力強いもんな。よーしザニート発動、これ攻めてけ攻めてけ。いいねいいねいいね、ヒーローエピソードもな、もうめちゃくちゃ強いもんな。重始末ほんとどれぐらいの速さなんだろう。まあ、言うて対空タイプだからね、地上タイプの重始末と比べるとね、素の能力だと負けるけどさ、超絶速いだもんね。どんぐらい速いんだろう、ほんとスケルトンを粗末といい勝負だったりするのかな。さあいいね強っ。雪妖怪だけでもよかった、そこはちょっと言い過ぎか。まあでもね、悪魔ワーカーオスマツと雪妖怪トドマツの2体がいればね、地獄大作戦もクリア、簡単にクリアできるもんだからね。まあ簡単っつうかね、ちょっと時間かかるけど、それぐらいね強い、もうそれぐらい強いもんな。さあ早くも100万を切った。あ、嫌味、くっそ
あ、でも逃がさないって感じで、あ、でも倒す前に敵陣地を倒しちゃったな。3分56秒。はい、というわけで手に入れた電気ミステリーエピソードのトドマツの能力がどれぐらいなのか、まず足の速さだよね。足が遅いって書いてあったけど、通常の足の速さのパーカンのトドマツと比べるとどうなんだろう。おお、なるほど。これは確かに遅いな。自転車乗ってんのに遅いってどういうことだよ。普通に漕いでる速度と考えるとめちゃくちゃ速い足だな、このパーカーのトドマツ。で、あとは攻撃距離だよね。チョロマツ教頭がかなり離れたところが攻撃できるから、めっちゃ離れたところだったからね。このチョロマツ教頭と比べるとどれぐらいの距離なんだろうなって思う。まあ、まずトドマツやられるでしょ。あー、これはちょっとチョロマツ教頭よりも攻撃距離が長いのか。それなかなかいいんじゃない。なるほどね。あ、やられた。トドマツ電気ミステリーかっこエピソード。赤塚村から一番近いひなびた町の喫茶店の息子として育ったトドマツ、何かを調達しに乗り慣れた自転車で先を急ぐ。自分とウリ二つの5人の兄たちと穏やかなひとときを過ごしていたが、それは本当につかの間のことなのかもしれない。おー、ひなびた町でいいのか、ひなびた町、まあ、ひなびた町の方がいいか。大丈夫か、カゴにあるバッグひったくりされそう。こんな感じなんだ、喫茶店ニューヨーク。いいね。うん。どっからか武器が、あ、下にあったなんか布のところから。あ、でもこれどういう状況なんだこれ本当。ボイス、出撃やらやボイス。こんにちはーす。あー、痛いなー、もうお疲れーす。ねえねえ、 LINE の ID 交換しない？いい感じ、手を抜いてあげただけだよ。